岩手県北自動車南部バス原稿図職のトップドア車元は、イスズキュービックのカタログカラーで、1980年代、中頃より冷房車投入の折に採用された、3個営業所にて。南部バスは、青森県八戸市にある、岩手県北自動車南部支社が運営する、バス事業の通称である。主に、青森県の南部地方の南側の八戸市、3個群で、 路線バス事業を行っているほか、同地発着の高速バスや、貸切バス事業も行っている。2017年3月1日付で、青森県南部地方でバスを運営していた、南部バス株式会社が、民事再生手続きを行い、岩手県北自動車に、事業場とし、同社の南部支社となった。本記事では、譲都前の旧、南部バスについても記述する。もともとは、 南部鉄道と称し、この平気知りない駅間で鉄道を運営していたが、1968年に発生した、十勝沖地震の影響で、廃止、1970年に現社名となった。かつて言っていた、鉄道事業については、南部鉄道を参照のこと。バス事業は1931年より参入し38地方を中心に広範囲に、バスが運行されていた。 南部バスは2016年11月28日に東京地裁に民事再生法の適用を申請。道のりホールディングス参加の岩手県北自動車とバス事業並びに子会社の南部バス観光の譲渡に関する協議が行われていることを明らかにした。同年12月1日に行われた債権者集会で南部バスの代理人が債権者に対して 岩手県北自動車に2017年2月から3月を目途にバス事業を譲渡し、南部バスは生産手続きに入ることが伝えられ、同年12月28日にバス事業などの全事業を同社に譲渡する契約を締結した。事業譲渡日は2017年2月15日を予定していたが、同年3月1日に事業予定期日が延期された。 同年1月10日に開かれた再建者集会で事業譲渡代金が約2億7000万円であることを明らかにした。事業譲渡に伴い岩手県北自動車は南部支社を開設して南部バスの運行を引き継いだ。岩手県北自動車へ事業譲渡後旧南部バスは生産手続きのため存続していたが2017年3月29日に 東京地裁から民事再生手続き開始決定を受け、2017年4月27日に東京地裁から破産手続き開始決定を受けた。そして2018年4月16日に法人格が消滅した。南部バスが行ってきた事業は岩手県北自動車で再建が図られることになるが、南部バスの従業員は南部バスを退職の上で、 岩手県北自動車に再雇用された。同時に車両などに書かれている南部バスの書体も日本語書体は岩手県北バスと同じ書体英文書体は南部バスの高速車と同じ書体に変更された。岩手県北自動車へ事業上と後も南部バスの故障は維持され、南部バスが発売した乗車券、定期券、回数券や 八戸市が発行した高齢者福祉パスは、岩手県北自動車への事業譲上後も引き続き、南部バスの営業エリアで使用できる。岩手県北自動車への事業を上途後は、車両の更新が行われているほか、岩手県北観光が主催する一部の、岩手県内発着のバスツアーの申し込みが、南部バス観光でも可能となった。今後は、バスロケーションシステムの整備、 IC カードの導入を進めるとしている。2020年10月21日には、八戸市営バス JR 東日本の合同で、JR 東日本が提供する、スイカのシステムを活用した IC カード及び、スイカ機能を搭載した、地域連携 IC カードを2022年春頃までを、目途に導入すると発表した。1996年6月まで使われた、 旧本社ここでは、前身の五個電気鉄道の歴史も合わせて述べる。バスの日、ペインティングバス10月初めに廃車。白幕方向幕の表示例南部バスでは、以下のナンバリングを使用する。ナンバリング表示例は、右の画像を参照。なお、中心街に乗り入れない路線、系統については、従来通り行き先番号のみの表示となる。また、これと同時に、 路線の再編や減便などによって、改装状態のバスが増加し、利用客待ちがバスを通過する際に改装だったことの落胆を少しでも和らげることを目的に、すみません改装中ですのお詫び表示も登場している。主要路線を除き、路線の詳細については、各営業所の記事を参照のこと。 南部バス観光を2017年3月1日に、岩手県北自動車の子会社となり、2019年10月1日に、岩手県北観光に九州合併され解散し、道のりトラベル東北となった。南部ウィラーエクスプレス現在は、ウィラーエクスプレス。ありがとうございます。